というわけで、このあと、武田信玄が亡くなったと、はい、その後継ぎはこの勝頼さんでございますね、勝頼というのは、まああの、これも名前ぐらいは皆さん知ってるかもしれませんが、うんまあ、信玄の、まあ、四男、つまりあの諏訪悟両人という側室が生んだ子供だったんですね。 制裁が生んだ長男は、ですね、うんまあ、信玄の仲たがいして自害に追い込まれて、側室、うん、の子供が、まああが後を継いだということもあって、渦、うんまあ、中がちょ,っとまとまちょっとまとまりにくい状況にもなっていたわけですが、それに加えていあの、まあ、おそらくは武田信玄は、うん、自分の跡取りである勝頼が決起に入る性格としてあるのか、わしの死を3年隠せと、だから3年もに隠せと言ったわけですが、ああのところが、もう1年も経たない間に、再びをばれち,ちゃったでしょ、そもそも。そ そうですね。あと、まあ竹竹ってお父さんを最初追い出してるでしょ信玄自体もね。信玄の方が長生きして信玄が亡くなる次の年まで生きてるんですけどね。あ、まじで返り咲かなかったのはね、俺の時代だと。ちょっと前に亡くなった平見喜次郎っていう人がね、信頼か信頼がとか信頼家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 うか信頼家とか信頼家と だからお父さんも長男もね、追いやってしまったわけですが、でそれでまあ1年も経たずに戦を再開したあの武田勝頼は、実はあの信玄も陥落させられなかった高天神城を落としたりとかして、それなりに戦上手ぶりは示したんですが、うん、しかし、ここ大一番ですね、これ、はい、天正3年。 武田勝頼が三河の国へ侵攻したと、うんねで、それで起こったのが、まあ、これも信長の時に言いましたから、ね、はい、あまりも、はい、あの長々と読みめましょう、長篠、はい、の戦いで、長篠の戦いはどうやって起こったかというと、武田勝頼の軍勢約1万5000が、えー、わずか500の兵力で守っているこの長篠城を包囲攻撃したわけですね、長篠、はい、城は天然の要害だったのであのすぐには落ちなくて、城兵側もう必死に食料がだんだんななくなる中で必死に戦ってた。でこの この城っていうのは、この真ん中の草む村にあったの、ねまあ、これ、長篠城、あとですから、<跡>まあその辺ですね。はい、すごいね、これね。ねああこれ、城じゃねえっていうか、山じゃん、まあ。まあ、昔の城なんていうのは、砦みたいなものですから、<laughs> はい、山があって、そこに柵を建てたりとかで。で<の> 弓矢ととか鉄砲を覗かせて撃退するここを守ってたのは実は奥平定政という人なんですが、うん、この人はもともと武田家臣だったのを武田信玄が死んだ後武田家を見限って家康の配下についた。うんで とその時に最初に与えられた任務がその対武田最前線の長篠城の守備だったわけです。もともと長篠城って別に奥平家のものだったわけじゃないんですけれども、うん、あのだやっぱ寝返ってきたやつは本当に信用できるか分からないから、うん、だからこの時もお目付け役を置いて、うん、でもまあお目付け役を大きつす自分の長女の亀姫っていう、ねうん、娘がいたんですが、うん、亀姫を嫁がせて長篠城に置いて、お手並み拝見ですよね。うん、まあこの時になんかあっさりこうあの降参したら、 この人の未来はなかったのかもしれませんけれども、はいえー、この時本当に奮戦して、長篠、うんえー、の戦いの,その本戦まで持ちこたえるというね、主君を立てましたので、うんえー、彼の,あの家はずっと残ってますよね、このあとね、はいでえー。ところがですよ。 これでまあ長篠の戦いは皆さんご存じの通り小田武田、織田徳川連合軍が武田勢に圧勝したんですけれども、うん、はい、ところが、えー、その後武田方は、ですねまあこれはあまり本に出てこないのかもしれませんけどね、結構、家康側にですねあの内部調略をかけてるんですね。うんあのー 家康の家臣だった大賀四郎ていう人物がいるんですけれども、それは昔のねえっ、ー、と年末5時間スペシャルのた徳川家康ではあれ、ああれの荻原流れが、ね、あの演じててすごい愛しい役でやってたんですけれども。であの <laughs> まあまあ、そ,のそのドラマでは、はい、あのその荻原ながれがやってるあの大賀八郎が築、はい、山殿と愛人関係になるみたいな、ね、<laughs> そうそういうちょっとあの展開だったんですが、<laughs> はい、まあともあれ、その、うん、家康側にも内通者がまあそのできてしまって、それで内部か乱されたと,ところを、これがまあ不運なことに、ですね、うん、あの信長に見とがめられて。はいで なんかある日ね、あの歌臣の酒井忠勝、さっき言った徳川四天王の一人の酒井忠勝が呼びつけられて、うん、ちょっとああのねあのね選挙終了にば聞くところによると、みたいななねあのなんかお前の嫁はんと息子が武田方に内通しとるそうやないかって言って、うん、で言われた時に酒井忠次は、なんかこう、いいいいあの口応えがどうもできなかったようで。うん そうかお前もじゃあもう弁解できないんだったら確かなのだろうじゃあその2人を殺せというふうに言われて、うんはい、でもうたも酒井忠次はもうほんまに顔面相悪になって帰って家康に伝えるんですけど家康、うん、ももうびっくり仰天ですよね、うん、あの小高田方とせっかくいい感じで同盟関係やってきたと思ったらいきなり妻取を殺せ、はい、しかもまあ こ言い方妻はまだともかく子供は本当に跡取りですからこれまで跡、ね、取りが殺されたりなんかとと当主が死んだりとかしてその不運なね松平君どまたそれが蘇みるような感じでしかし結局信長のその要求を跳ねつけることはできずに、うん、天正7年あと3年待てば信長の方が死んだわけですけれども、うんえー、まあ奥さんを、まあ、命令によって殺させて、はいでえー、息子もまあ息子は 幽閉されてたところで、まあ、自ら切腹したんですけど、ねそういう悲しい運命をたどりましたこの時代の戦いってのはね、ちょっといろいろね、うん、ありますねであの後でもちらっと触れますが、うん、もうこれ、は生涯家康というのは、もうの信康さんのとき、失ってしまったって生涯悔やんだって言われてますね。ほか、ね、あの,他の子供がこの後活躍するわけですけど、あらゆる他の息子,より息子が、もうこの長男、信康の器量には遠く及ばなかったというふうに、ね、<ー>家康も漏らしてるわけですけれども。まあ そんな感じしまますねああのだから信長が関ヶ原に行くときにねその話を後でねあ吸いようと思ってるんですけどだから信長ももしかしたらその器量を恐れたのかもしれないということがございますしかしその信長もですねあの世の中わからないもので3年後に本能寺の変でなくりまもともとはその信長の家来ではなくて同盟相手だったわけですから信長が死んだ後後継者といいますかねそれであのまあ 天下の統治者に一番近い位置にのは家康といっても過言ではなかったんですがところがですね、はい、家康はまあこれもご存じの方も多いと思いますが、うん、本能寺の変の時たまたま堺に茶屋四郎次郎という人と一緒に遊びに来てて、はい、わずかあの数十人の弟勢しかいなかったということで、うん、まあ半圧に逃げかえるのが精一杯で、うん、先に逆あの裏切り者を貢いで打ったのは羽柴、うんはい、秀吉だったで。 秀吉が、まあ、その後、清洲会議、つまり跡取り問題でもその指導権を握って、信長には、ね、あの長男信忠がいましたけど、うん、本能寺の時に一緒に二条城で討ち死にしてましたので、うんはい、次男三男、信勝信孝、どっちが通過という話かと思ったら、うん、秀吉はまだ幼い、物心ついているかどうかは分からない、信忠の長男、つまり信,、うん、信長にとっては孫にあたる三法師、うちの織田秀信を、えー 担,ぎ担いで跡取りとしたということで不満を持ったのが次男の織田信勝だった。で織田信勝はあのー、まあ静岳の戦いの時はね、うん、柴田勝家と秀吉の戦いの時は秀吉方に協力するわけですけどその後じゃあ その柴田勝家と三男信孝が一緒に滅びてくれたから、じゃあ次、自分がちょっとクローズアップされるのかなと思ったら、全然ほったらかしだと、うん、いうことで、この野郎ということで、この織田信勝信長の次男がですね家康を頼ってきた。はい、で、家康もですねあ、あの信勝殿大変であったの、信長殿はわし、我が名友で、昔は戦場を一緒に駆け巡ったものじゃったみたいな感じで、ですね、うんえー、義を見てせざるは言うなきないとばかりに、はい、信勝を助ける戦を起こす。うん、これが これもね、名古屋の方の人だったらみんな知ってるかもしれませんけど、小牧・長久手の戦い、ねまあ。小牧山の戦いと長久手の戦い、また別々に起こったわけですが、まあ、これも秀吉の時にに、ね、言いましたがあんまりあの繰り返しはしませんけれども、愛知県を舞台に <laughs>、というとちょっと雑すぎるかなあの、起こった戦いでございますが、であのこのにまに、まあ、秀吉と家康がしばらく睨み合いをしてたんですが、秀吉が家康の本拠である、ね、浜松をつこうとしたので、その 別動隊が出発するのを確認してそれに気づいてないふりをしながら同じく本多忠勝とかが率いる別動隊をそれを追っかけさせて、うん、で、えー、撃破するこれが長くての戦い、うん、1> で、はい 1>, えー、1本取ったわけですねだからまあ強かったのはやっぱ強いですよね強いのは強いです このの後後最までちょっとと響いただから何が重要かというと、国を守るっていう意思もそうなんですが、周りが見てるわけですよね、あ家康さん1本取ってるぞ、これはなかなか手のろ致命傷じゃないけれども、一応取ってるとしかし、この時は全体の軍勢で見れば、秀吉側は10万以上の兵力があったのに対して、家康側は1万5000とかですから。 長期戦になれば当然かなわないし、本来の実力ももう秀吉のほうが上になっているというのをちゃんと分かっていて、一本取ったところで、ちゃんと家康はそこまでしたわけですね。で、秀吉がその後ですね、自分の妹である日姫を、まあその時の旦那と離縁させてまで家康のもとに奥さんとしてよこしてくる。それは受け取ったわけですけれども。これはね、もう何度聞いてもひどい話ですよね。でも家康は伏見城に挨拶に行かない自分の姉ちゃんをね、嫁に行ってるのを引き戻して。妹妹がそれで まされたところでねさっきの年末5時間スペシャルの時はあの小林幸子が朝日目役でしたね。ああ、それもいらんな。家康はあの北チキンやってたんですよ。あの少年時代から。原服の時から北大地金や。岩川義元が縄広だったかやっぱりバカ殿っぽいなってたんですけど。で、信長が高橋秀樹。なるほど。古いね、みんな。ちなみに築山殿が真野京子。 わ私は腹を切るのは嫌じゃんとか、いっぱいとかね、長男、信康が石橋保、当時は若かったんですけど話を戻すと、妹をよこしてきたのに、人質みたいなもんですよ、奥さんと言っても、でも伏見城に挨拶に行かなかったので、秀吉もいろいろ考えて、なんとね、自分のお母さんね。 のに人で,、ね、でそこまでさして何もしなかったさすがにこれはもう立ち行かないと思ったのか、うん、家康はついにまあつまりこれ傍から見ててもですね、はい、妹とお母様に差し上げたからもうみんな家康はそれだけ特別なのかと、うん、十分分かってるわけだもうそこら辺も家康はちゃんとね、うんうん、考えてたらろうし。 あのこれは家康も秀吉もそうなんですが、なんかこう、自分がそこで騒いだいとか戦ったり、そういうことでそこそこええー、戦いするかもしれないけど、うんうん、何より戦国時代というのは日本の危機の時代、外圧、うん、にこうがを食い止めてた危機の時代でもあったから、これ以上国内がたがたしても仕方ないという、うん、そういう感覚も,もちろんあったわけですよね、だからまあ、それで。それは、うん、あったんですかね、本当に。いやあったでしょ 家康が突っ張ったりとかね、うん、さらには小田原北条氏とつるんで、秀吉に対抗し続けようと思ったらなんもで,もできたんですけど、それをしなかったというのは、秀吉のもとで、もっと言えば、前回言ったように、その国の形をちゃんと守ってくれている秀吉のもとで、うん、あの協力しながら日本の国づくりをしていけば、日本自体も続いてくれるという感覚があったからこそ、無駄な抵抗をやめて、あのまあ、 これだけ一目を一目も二目を置いてくれたことにそれに満足して、やっぱり不思議にね進化の例を取りに行ったんだよね。でこの頃から俺は秀吉よりも長く生きれば勝てると。もちろん、そのそういう見通しもあったからこそ、この時は頭を下げていとその時の軍勢とか実力だけで言えば、秀吉にまだかなわないというね、ちゃんと自覚があったんでしょこの時代に、やっぱこう、 長く考えられるっていうのはすごいよね。まあ,あやっぱ人間ほど長く広くということですよね12年で決着つけたいと、はい、やっぱ人生思いたがるじゃない。うん、でも実はその後の方が長いっていうのをやっぱちゃんと分かってるかどうかと。 そうだからい,ういわゆる保守,保守系の方々も、うん、あの早く日本を再生しないとと思ってデモとかやっちゃうんじゃなくてやっぱりちょっと後に続く戦い方をしなきゃだめだなとい、ね、うのも、ね、政治的には政治とかそういうのはやっっぱちょっと長く考えないとでょビジネスはちょっとね短期じゃないとだめなところは、はい、短期じゃないとだめなんで。 はい、短期で結果を出さないと株主はも,、まあ、もう全部 <laughs> も,もうシェア取られちゃってダメになるっていう、ね、気を見るに瓶でないコーチより拙速と、はい、そうですで今言ったその徳川家康がこの時はもう組まなかった小田原北条氏がですね、うん、秀吉にたてつき続けたのでついに秀吉が自ら30万の軍勢を率いて小田原攻めというのを行って小田原北条というまあ不毛なあれを経てですね、はいうん、ついに 小田原北条氏は滅亡してしまう、はいまあ。今日は北条氏のことはあまり言いませんでしたけれども、まあ、家康はですね、うんあの、北条氏が滅びた後、まあと、家康祖,父あの祖先ゆかりの地を含む三河を含む、はい、その三河、東江、駿河という参加国からですね、うん、関八州、まあ、250万石の領地へと、秀吉、はい、によって移動させられるわけですが、うんまあ、もちろんこれはね、 不祖,不祖伝来の地を離れるということで家臣も反対というかあの不満も高かったらしいですが、まあ、さっきも言ったように今は秀吉と一緒にやっていこうということでやっていったわけです。 まあこういう立ち位置というのが、ままあまあねまこう言ってしまえば身も蓋もないんですが、日本ナンバー2の身の振り方をした、でこれはだからさっきも言ったと意外と重要な話で、だからそれはあの家康がね、秀吉やっつけるから集まれとか、それうのに集まったりとか、天下をそのなにねなんかこう二分することできたかもしれませんけど、そんなことやっても、日本にとってやっぱり得意にならないというセンスも家康は持ってたはずなんですよね、その後の動きも含めてですけれども。 えー、最終的にはですね僕が聞,聞いたエピソードでは、はい、この時代でも次、はい、秀吉がね、はい、死んだら誰が天下を取るんだろうね、はい、というふうな話をした時に、はい、前田殿かなとかはい、はい、そういうふうな話は出てたけれども、はい、その中で「家康公がいるじゃないか」と言ったら誰かがね「あんなケチじゃ無理だろう」という話があったというエピソードは。 どどどこかかででで読んんだすすけねねの本それはもちろん、直ちに徳川家康が天下を取る、あるいは取ろうとするかどうかというと、実はその頃やっぱり徳川家康も慎重に行動したから、そこまで野望があるかどうか、やっぱり皆さんも見抜けなかったところもあるでしょうし、その五大老が家康と今の前田利家以外は、もう折衝元、上杉景勝、浮田秀樹とね、そういう5人なんですけれども。 もともとは小早川貴景という毛利家の重臣がいたんですが、それが亡くなった後と、上杉開かになったんで、その五大老で、秀吉も年取ってくると、自分の小さい幼子である秀頼のことが心配になったから、何度も欠陥をして誓約書を書かせるわけですけどいやそれはそれにも喜んで応じて、自分はあなたが死んだと、秀頼を守りますので、何回も何回も誓約書書いてるんですけれども、もちろん秀吉は内心不安で止まらなかったでしょうね、秀吉とあとその側近の石田三成。 絶対秀吉が死んだらこいつ動くでみたいなそう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  <laughs> ったそう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 そ